じゃあね、VMAX と KM の測定法、ね、さっきと同じような状況で、酵素濃度一定で、キス濃度を増やしていって、VMAX を測定するんだけど、だけどさ、ね、ここ読み取ればいいじゃないかと思うかもしれないけど、だけど、これ、この曲線じゃん。ね、しかも曲線がこれ、全近的に VMAX に近づいていくんだよね。しかも実験データって、こんな風に波打つわけだから、この、全近的に近づくって結構厄介でね。ね。じゃあどうすればいいのかっていうと、ちょっと面白い方法があって、V0 分の1を Y と、キス濃度分の1を X とするっていう方法。これってね、V0 分の1イコール Y と置くっていうのは、両辺に V0 をかけて、そして両辺を Y で割ってあげると、V0 イコール Y 分の1、キス濃度イコール X 分の1とする。これと同じことだからね。ね、こっちも両辺に基質濃度をかけてあげて、で、両辺をさらに X 割ってあげると、この式が導かれるからね。で、なんでこんなことするのって思うかもしれないけど、ちょっと僕を信じて、ちょっと、こんな風に置くよって納得してね。こんな風に置くよ。そしたら、ミカエルス面点式をもう一回書いてみようか。ミカエルス面点の式は、V0 イコール、VMAXS、K プラス S。これが未開立面点の式だね。じゃあね、ちょっと謎の操作だけど、この V0 に Y 分の1を、ね、S に X 分の1を代入してみるよ。Y 分の1イコール VMAX かけるX 分の1 KM プラス X 分の1、分母と分子に X をかけてあげますよ。分母と分子に X をかけてあげると、分母と分子に X をかけてあげると、分子は VMAX、 そして分母は KMX プラス1、これが Y 分の1で、左辺も右辺も分母と分子をぐるっと入れ替えてあげると、y イコール vmax 分の kmx プラス1で、この分数を2つに割ってあげると、 vmax 分の kmx プラス vmax 分の 1x は主役だから外に出してあげると、こんな式になりました。ね、これって直線の式だね。さっきね、直線で分かりづらかった式を直線の式に書き直してみます。縦軸を y、横軸を x とします。接点は VMAX 分の1、こんな直線だ。この接点が、この接点は VMAX 分の1で、この点は、この点は Y が0になった時の X の値、 Y に0を代入してみます。 Y に0を代入してみると、0イコール X カッコ VMAX 分の KM プラス VMAX 分の1、ね、VMAX をかけてあげます。両辺に VMAX をかけてあげると、両辺に VMAX をかけてあげると、0イコール KM、 0イコール XKM プラス11を移行してあげて、マイナス1イコール XKM、 X はマイナス KM 分の1、
y が0の時 x はマイナス km 分の1。こんな風にさっきは求めづらかった、ね、曲線だから求めづらかった vmax と km がこんな風にね直線を描けば、ね、この切片の値を測定すればこれが vmax 分の1なんだから vmax が求め vmax が求められます、ね、同様に km も求められます、ね、もちろん最も正確な方法というね、KM と VMAX を求める最も正確な方法というわけではありません。だけどね、こうやって視覚的に見てすごくわかりやすいっていうのは、かなり、役に立つのですね、役に立つんです。ね、で、この、X は、必須濃度分の1を1だよ。で、この Y が、初速度分の1だよ、ね、だから、初速度が大きくなるってことはこのグラフが下に行くってことだよ、ね、初速度が V0 が大きいってことは V0 分の1が小さいってこと、これは Y が小さいってことだよ、ね、だから初速度が大きいってことは y が小さいってことだよ、ね、OK、じゃあね何が分かりやすいかっていうと例えば表層的阻害を表すグラフはこんな感じかな。表層的阻害表層的阻害って実は Vmax は変わらずに、ね、Vmax は変わらずに見返り指定数だけが変化する、ね、具体的に言うと大きくなるっていう阻害の方法だったんです。阻害の方法なんです。阻害の様式なんです。一般的にどういうことかというと、これ Vmax、競争的阻害を表すグラフどうなるかというと、Vmax は変わらずに、つまり Vmax が変わらないってことは、Vmax 分の1も阻害剤なしの場合と変わらずに阻害されるということは、こんなグラフ、これが競争的阻害を表すグラフです。KM が大きくなるってことは KM 分の1は小さくなるんだよ。 OK、 なんで先生なんでこれ上に上がるのって、阻害なんだから下がんなきゃおかしいんじゃないの、ね、だけどもうちょっと待ってみて、だけどこれ上に上がるってことは Y が大きくなるってことだから、ね、Y が大きくなるってことは初速度が小さくなったってことだよ ね。だから阻害されたらこのグラフは上に上がんなきゃいけないよ。いいですか。非競争的阻害を見ましょう。非競争的阻害の場合は、競争的阻害の場合は、基質濃度が、ね、ものすごく大きくなると、阻害の効果が、ね、なくなっていきます。だけど、非競争的阻害の場合は、非競争的阻害とは、一般的に、Vmax は変化してしまうが、Vmax は、ね、大きく下がってしまうが、だけど見返り指定数は変わらない、そんな阻害なんですね。一般的に非競争的阻害というのは Vmax は変わってしまうけど KM 見返り指定数は変わらない。どんなふうなグラフが起きるかというと、 Vmax は変わってしまうけど、ね、KM は変わらない。KM が変わらなかったらマイナス KM 分の1も変わらない。だけど Vmax が変わってしまう、そしてそんな阻害、これはこんな風なグラフ、これが非競争的阻害を表すグラフです。確かにね、阻害の、ね、阻害の性質がすごく視覚的に分かりやすいよね。こんな風に、S 分の1を X と、ね、V0 分の1を Y と取る方法は、ね、こんな風に有効な方法なんですね。視覚的にすごく分かりやすくなりました。